なかなか思った通りに操作が進まないね。シャドウの発生源と思わしき場所での張り込みを続けて3日が経過。今のところ成果は何もない。シャドウは影も形も見当たらない。なんて比喩だろう。私の推理が間違っていたのか、単に運が悪くて目論見が果たせないだけだろうか。今日の張り込みを最後にして、それでも何の成果もなかったら考え方を変える必要があるかもね。いつまでも時間を浪費してはいられないし、助手君と一緒にひたすら雑談したり手遊びをしたりパンパンを食べたりして時間を潰しつつ張り込みをするのもそこそこ楽しくはあったけど、現実にシャドウの脅威に怯えている人たちがいる。だから私に依頼があったんだ。漫然と過ごしていつまでも事件を解決できないのは問題だよね。私は名探偵だ。依頼人の望む通りの解決をしなくては。あれ、シャドウの発生予測地点に人影があると思ったら、なんだ、女子くんだったのかね。やる気満々だね。もう現場に来ていたのかい。シャドウは主に夜間に目撃されるから、張り込みは日が沈んでからと伝えておいただろう。一日中君を付き合わせるのも忍びないし、私はすぐそこの空き家を借りてずっと張り込みをしているけどね。君が来てくれる夜にだけ監視役を交代して仮眠は取っているけど、睡眠時間が足りてない感じで頭がぼーっとするよ。こんな生活長く続けていたらダメになってしまうね。だから張り込みは今日で最後にして。あれ、そいつはまさかシャドウか。ついに現れたか。よし、やはり私の推理は正しかったね。作戦通りそいつを捕獲する。シャドウの気を引いてくれたまえ、女子くん。君は以前シャドウに狙われたことがある。シャドウが君を狙っていると仮定すればだけど、いいおとりになるはずだ。君に気を取られている隙に私が専用の魔法道具でシャドウを捕獲する。ジョシ君、返事をしたまえ。何か疑問点でもあるのかね。なんでボケっとしているんだい。シャドウにはあまり危険性がないというのが通説だが、人間を襲った例もある。油断していると怪我をするよ。うむ、一旦こっちに退避したまえ、女子くん。というか、なんだってシャドウのすぐそばにいたのかね。危ないだろう。シャドウには自意識のようなものはないというのが通説だから、張り込みをしているのがバレてもさほど問題はないはずだけどね。シャドウが私とそっくりだったから、私だと思って近づいて声をかけようとしたと。確かにあのシャドウは私とウリ二つの外見をしているね。鏡を見ているようだ。なかなか不気味な心地がするよ。だが想定内だ。シャドウはなぜか実在する人物とそっくり同じ見た目をしている。今回はたまたま私と同じ外見のシャドウだったというだけだね。私たちはここ数日この近くで張り込みをしていた。それと関係があるのかな。あれには近くにいた人間の見た目をコピーするみたいな性質があるのかもしれないね。まあ考えるのは後回しだ。今はそれよりもあのシャドウを捕獲しなくては。行くよ、女子くん。君は例の不思議な能力で私を強化してほしい。私は頭脳労働専門でね、他のカオンのみんなに比べて荒事は得意じゃないのだよ。
よし、力が満ち溢れてきた。ありがとう、ジョシ君。さあ、シャドウよ、神妙にお縄につくがいい。ごめんなさい。え？ごめんなさい。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 なんで謝っている？いや、シャドウには確か意味のないフレーズを繰り返す性質があるんだったか。気にせず捕獲する。それが多分正解だ。私の他にも探偵がいたんですね。忘れちゃったんですか、探偵の鉄則。黙れ！私と同じ声で喋るな！なぜか不安になる！ごめんなさい。恥ずかしいです。忘れてくださいね、先輩。あれは、私の理想像なんです。いや、ジョシ君。わざわざ足を運んでもらってごめんね。どうか今日も私の仕事を手伝ってくれたまえ。どうにもシャドウは不可解でね、思った通りに調査が進まないから、恥ずかしながら君の知恵を貸してほしい。居心地が悪そうだね。ここは王宮が管理する公営の刑務所の、主に政治犯や重罪人が収監される特別制の監房なのだよ。以前私がソロで活動していた頃にある事件を解決してね、その際にここの刑務官とご縁ができて、特別に監房を使わせてもらっている。公営の施設を私用で使うのは問題だから、まあ他のみんなには内緒にしてほしい。守秘義務は探偵の鉄則だよ。ともあれ、この官房には先日どうにか捕獲できたシャドウを収監している。その際には世話になったね、ジョシ君。どうにか目論み通りシャドウを旅襲にできて万々歳だけど、こんなのは前代未聞だ。シャドウに逃げられないように細心の注意を払っている。例の知り合いの刑務官に頼んで監視してもらっているし、シャドウが脱出できないように魔法で結界も張っている。もちろん普通に刑務所だから警備も厳重だ。とはいえシャドウは摩訶不思議な存在だからね、どんな予想外な方法で消え失せるかわからない。大急ぎでシャドウの正体を探らないといけないのだよ。私も知り合いのつてを頼って専門家なども動員して探っているけどね、今のところ収穫はない。ちょっと焦ってしまうよ。実際シャドウを捕獲できさえすれば事件は解決したも同然だと思っていたからね。でもここから先の方がむしろ手こずりそうだ。まあ難問であればあるほど解いた時の快感は増すというものだがね。とりあえずシャドウの様子を確認したまえ。実物を見ずに頭の中で考えているだけでは大抵の場合何の答えも見出せないものだ。おい、ちょっといいかね、キーリー。君に会わせたい人がいる。うん、おはよう。何度も話しかけていたらこちらを認識してくれたようでね。声をかけると一応反応するようになったのだよ。まだまだコミュニケーションと呼べるほどでもないけどね。ちなみにキーリーというのはこの子の名前だよ。名前がないと不便だしね。実際私と同じ見た目をしているからといって、霞2号とか霞シャドウとか呼ぶのも妙な具合だし、彼女が繰り返す意味のなさそうなフレーズの中に名前らしきものを確認したから、とりあえずそれをもじって用いている。うん、ジョシ君もキーリちゃんと呼んであげてほしい。なるべく優しく丁寧に接してくれたまえよ。
シャドウには自意識がないようだし、粗雑に扱っても文句も言わないし、機嫌も損ねないのだろうけど、やはり私と同じ見た目をしているからね、どうにも強硬な手段が取りづらい。こうして牢屋にぶち込まれてるのを見るだけで変な汗をかいてしまうぐらいだ。おはようございます、先輩。お気遣いありがとうございます。私は大丈夫です。先輩は優しい人ですね。うん、急にベラベラ喋り始めたよ。なんでだろう。タイミング的に女子くんの生徒考えるべきだろうけど、理屈がわからないね。まあいい、もっと彼女に話しかけるなりしてみたまえ、女子くん。へへへ、先輩は面白いことを言いますね。もっとおしゃべりしましょう。うわ、返事をしたよ。いや、ランダムな発言がたまたまつながって意味のあるセリフのように聞こえるだけかな。何にせよ、キーリは女子くんの言葉にはしっかり反応するようだね。やっぱり理屈は不明だが、これは大発見なのだよ。シャドウの調査が進展する可能性がぐっと高まってきた気がする。キーリ、キーリ、いい子だ、こっちにおいで。私の言うことはあまり聞かないね。女子くん、あの子を招き寄せてほしい。私に何かご用ですか、先輩。私にできることだったらいいんですけど。うわ、普通にこっちに来た。どうして女子くんの言うことはちゃんと聞くんだろう。どうも女子くんを先輩と呼んでいるらしい理由も謎だ。とはいえ、キーリから新しい反応が引き出せた。これは進展と言える。この調子でどんどんシャドウの内実をつまびらかにしていこう。調査し、考察し、推理し、実証する。その繰り返しのみが真実を明らかにする。君が頼りだ、女子くん。一緒にこの謎を解き明かしていこう。調子はどうかね、女子くん。すまないね、頻繁にキーリのお世話を任せてしまって。シャドウの捕獲に成功したのは我々が初めてで、様々な研究所や魔術師が興味を抱いているし、王宮に報告する書類の作成やうるさ型への対応で大わらわだ。腹の探り合い、馬鹿し合いの連続で疲れるのだよ。はあ、ぐったりした。名探偵さん。うわあ、こら、抱きついてきたら困るよ。君と私はほぼ同じ質量を有している。つまり体重も同じだ。勢いよく突っ込んでこられたら踏ん張りきれない。難しい問題ですね。そうだね。うん、やっぱり会話が成立している気がする。君の手柄だよ、女子くん。君と接触してからキーリの様子が明確に変化した。明らかに自我、自発性のようなものが芽生え始めている。興味深いが理屈がわからない。推理はしているけれど正解かどうかは不明だ。シャドウについては研究が進んでいなさすぎて全てが手探りだしね。難事件ですね。そうだね。自分と同じ顔と声で話しかけられるのには慣れないな。全くの没交渉でも困るけれど、自分自身と相対しているような居心地の悪さがある。己に自信がない者にとって
鏡を見つめ続ける行為は苦痛でしかない。そう装っているだけさ。いつでも不安だし、戸惑いや劣等感のために揺れ動いている。私もまだ思春期の10代の少女だからね。ソロで活動していた頃から周囲に侮られないように突っ張っていた。名探偵という虚職で弱く傷つきやすい己を庇護しながら、けれど彼女は、キーリは、そんな虚職の奥に隠された私自身そのものの言動をするからね。なんだか自分のコンプレックスを赤裸々に暴かれている気分になる。ともあれ、キーリは大体の部分で私自身と一致している。彼女は私だけれど、心の中に構築した己自身というものは美化されている。自己肯定感というスタイリストによって飾られ、装われた虚像だけれど、キーリは私の外に構築された私自身だ。録音された己の声に違和感を覚えるように、見ているだけで些細な差異が気になってたまらなくなる。はあ、私はこんなにもか弱く惨めな女の子なのか。名探偵さん、なんで私をそう呼ぶのかね。この場にいるだけで頭がどうにかなりそうだけれど、誰にも自分自身を捨て去ることはできない。ちゃんとお世話して守ってあげるからね、キリ。ありがとうございます。うん、ちょっと優しくされて肯定されると簡単に懐くね。それもまた私と同じだ。なんだい女子くん、言いたいことがありそうな素振りだね。キーリと私は言動は似ていないって。まあ、私はキャラを作ってるからね。幼い頃から憧れている理想の名探偵として振る舞っているんだ。もちろんそれもまた私だ。キーリのような儚く弱々しい私も私だ。どちらも私で切り捨てることはできない。なんだか哲学的な話になってきたね。私は…ん？なんだアイキーリ。私は名探偵になれますか？なれるとも。迷い戸惑う人々に救いの光を与える、知的でかっこいい名探偵になれる。幼い頃から憧れていた物語の主人公のような尊い存在にね。この私が証拠だ。納得がいかないならいくらでも証明のために弁舌を振るおう。